古屋駅前に戻ってきました。でここは通路、今5時半か6時ぐらいだと思うんですけど、帰りのラッシュですごい人です。今日はすごい人です。名古屋駅の中です。JR 全線切符売り場、新幹線の切符はここで買うみたいです。こんな感じです。新幹線の自動販売機も発見しました。販売機で買えるみたいです。新幹線のチケットここで買えそうです。これはきしめんが有名ですね。デポになるんですけども、なんか名古屋うまいもん通りというのがあります。多分ラーメン屋さんがあそこにあったと思うんですけど、見てみたいと思います。